どうも、霊夢よ。毎度どうも、さないです。解説役の達也です。前回、武者の国にセレニオンを撃破、歯車を入手したところですね。今はクエストにあった聖母像のやつでまた来てる感じね。あからさまにクエスト用ってオブジェクトでしたもんね。お？霊夢さんで見えませんけど、ジョーカーを入手。うわ、血の涙。悪魔城名物、ブラッディティアーズ。ファミコンのドラキュラ2からでしたっけ？これだといつ流れるやら。というわけでさっくり戻り。調べるだけだから楽なクエストだったものね。もう、また入手見れなかったじゃないですか。あ、ごめんごめん。聖水を入手でしたが、気づくのはもう少し後ですね。さすがに無理か。何しようとしてたんです？ HD だとああいう段差からソニックアタックをすると高速でカットンでいったんですが、さすがにこれだと落ちるだけですね。というわけで今回も行きますか。今回は機動力も上がってきたので改めて壁チェック。アイテム入手とかだけ映すからほぼほぼカットですけどね。そういえば、こいつの前でシャーロットにすると攻撃して小ズバだけ渡してくるわけですね。ほんとこれで止まったままなのね。だいたいすぐ攻撃してバラが散ります。お？あ、下側か。急降下キックだと反応しないのか。これでもいけると思ってましたが、ダメなんですね。スライディングは OK ってわけね。お、ここもか。か、紙飛行機。これは HD であったやつ。そしてここはケーキ屋かしら。ケーキのドットがなかなか細かくていいですよね。お腹空いてきた。ママ、ケーキ食べたいそうですよ。最近材料の気並み高騰しているので。断る理由がせちがらい。え？いらっしゃいました。敵じゃない？いて。ずっと滑って草なんですが。なんだこいつ。スケルトンバーテンダー。こんなのもいたんですね。正直割と好き。それはソートパイとか入手しましたよ。サブだったわよね。めちゃくちゃパイ投げてますね。破裂するとベリーソースが。こんなネタサブウェポンあったんですね。確かにここまでサブ多いとなると HD には全部持っていけないわけだわ。今度は紙飛行機。あれ？飛行機自体は同じだけど。はい。が入ってないやん。あの、はい。HD 追加セリフなんですか？こっちだと、は、って普通にかっこいい系だけど。投げてるのは紙飛行機なんですよね。でもこれもダーツと同じで連射も効くから。熟練度あっさり上がりそうですね。ちなみにパイは、2発までしか画面内に出せなかったですね。うおぉ、なんだお前。ワイトって出ましたよ。どうやらここのゾンビ殲滅すると出てくる敵みたいで。ピラミッドの大亡霊みたいなもんか。単純に紙飛行機のお試しでやってただけなんですけどね。数もすぐ補充されて、サクッと倒せるものね。お、トロッコのエリア。そういや、蒼月で氷があったこういう長い通路で。上に隠し壁ありましたね。一応調べておくか。あ、あるやん。それはいいんですけど、どうやって取りに行くんです？そういえばまだ上に行く手段がないわね。
お？やはり下部分は結構探索漏れしてますねー。そこまでスライディングしてたわけじゃないもんねー。あら、タキシード、ブラブラおっと、ラック装備だったか。防御も下がりますけど、思ったよりあるんですよね。続いて地下処刑場。地図のこの空間が気になった。あー、確かにこの真ん中の空洞は気になりますね。4方向から確認してみればいいかしら。お、膝蹴りなかなか。あれって打撃になるんでしょうか。物理ではありそうですけどね。お、また下段ですか。いやー、案外あるわねー。 HP マックスアップ。お、こちらでシモスを抜けた先の場所ですね。コンバットナイフ。そういや、ジョナさんでナイフ持ってなかったわね。最初からヴァンパイアキラー持ってますもんね。使いやすいけど、さすがに初期の頃の武器って感じね。上の空洞ぐるりパチラで、こちらまで戻りました。お？今度は MP マックスアップ。おや？何か落ちてますね。そういえばここ、HP も少なくなってきてそのまま右に行ったんだったか。あ、もうマスターになりました。こいつ、あいつ。パロディウスで見たやつ。極上パロディウスあたりでしたねー。連射できるし、100でいいし、サクッと終わったわ。続いて砂漠で地図を軽く埋め直し。まあ、埋められない場所もちょいちょいあるんだけど。画面内に収めてないといけないから。上から落とすと鉄球も3体くらいですね。何より消費が結構重いのがねー。というわけで、壁チェックの旅終わり。なんやかんや HP と MP 増えたのはでかいわね。あれ、そういえばくないって買ってなかったです。一応確認してみるか。なさそう。ありがとうございます。お安く、ありがとうございます。三本投擲、密着だと強そう。あと半熟連動がどれだけいるかよねー。2000とかでないことを祈るばかり。ん、そういえば聖水。はい、ここで気づきましたね。くないわ、マスターまで500か。案外そこまでの数じゃなくて安心。まあ、好きなサブ以外はマスリンとか取ってからにするけどね。探索時に使っていて少しでも足しに程度ですよね。その後、ピラミッドでトレハン。うおー、ようやく出た。あ、終わった。ボーガンアーマー59体か。まあ、そこそこですね。もう一つのドロップ、シルバーチェストが4つ入手してあります。で、ボーガンの性能は？ハンドガン系のモーション。ジャンプ中は撃てないわね。あら。あ、ボーガンアーマーと同じで着弾で爆発。
ボルト部分が当たっても爆発の1ヒットか。なんかそこまでって感じですね。砲弾ってカテゴリがあるだけで、私はもう満足ですよ。ほんまこいつ。バカなことやってないで進めましょうか。あ、はい。さて、黒死闘。案外固まってるなら火属性で悪くないか。小さい敵には当たらないのが厳しいですが。おっと、足場が回転するギミック。ワープエやん。おや、ボスですか。ということはセーブも近くにあるわね。こっちは進行方向？ふむ、ボス部屋の次じゃなくてこっちにルートあるのか。歯車からして、すごいいつもの悪魔女を感じます。安定のメデューサヘッド期待。HP 自体は1なので倒すの自体は楽ですね。むしろドロップが2種もあるのか。星4となってるので、そこそこ倒しやすいから案外出るかもだけど。ちょっと軽く狙ってみましょうか。これならそこまで苦じゃないわよねー。サモンメデューサ。へえ、ゴーストみたいなメデューサヘッドバンかな。あれ、メデューサを呼び出しとなってますね。うお、オプション系かと思えば予想外のものが来ましたね。これ角度が広がった部分まで判定あるのかな。これ相手だと、威力とかはよくわかりませんけど。速起動は範囲が狭いかな。威力も36から18に落ちていましたね。そんじゃまボス行ってきますか。大型にも有効そうなサモンスケルトン。あら、というわけでボス、ステラ。なに、うわわわ、奥義ばっかり。えらい武闘派ねえ。こりゃ魔法は回避するのかな。というわけでジョナサンさんで接触ダメージないなら割と楽ね。フチはアーマーナイトが落としたロングスピア。ちょいとバグナウに変えるか。なんやかんや使いやすい。あれ、打撃火山的に耐性かな。ロングスピアが通ってたように見えましたけど。打撃耐性か。そこでパイは完全にナメクじゃないですか。人型のが精神に来そうだと思って。あ、これ飛び道具に反応か。ズバーという効果音のパイがなかなかシュール。うお、そういうのもあるんですね。奥義のがよく打ってたからびっくりするわ。耐性があるっぽいからダメは低いけど。楽そうではありますね。
おや、なんだ？魔法耐性は低めか？無駄ですわ、で避けられなければ。なんだなんだ。あ、そういうやつね。こうなるとスピアに戻すか。さすがに密着が厳しくなりますね、あれは。いや、これ基礎威力で軽減されてるかわからないわね。あぶね。いて。後半はこればかりでしょうか。うまく誘導してやれば同じ場所に固められそう。あ。お？肌の色が。ロレッタは青白いままか。ステラさんも色がヴァンパイアカラーに。なんだったんだ。お？これは。てなわけで謎のロケットを入手。あ、ステラって打撃耐性ではなかったのか。となると、物理に強かったんでしょうね。あ、これこっちから先に来てるとここで詰まったのか。そういえば、二人でバネを押した時点で来れましたもんね。そうだそうだ。エリック・リカード。ああ、パート1で聞いたやつか。これまで黙ってたのね。エリックさんの娘。自らの力でヴァンパイア化したのか。もう壊れちゃってるのねー。そりゃヴァンパイア化するくらいではありますが。なるほど、とどめを刺せられないわけだ。両家揃わないといけないのか。ハリボテの最強結構強いですけどね。基礎ができているのが素晴らしい。あ、そういう。そりゃベルモンドけでしか使いませんわ。ヨーロッパ巡ってるから使用期間もそれなりに長いでしょうしね。なるほど、いいお父さんじゃないですか。
まあ、それは当時のベルモンドが闇落ちしちゃいましたし。あ、結果でリヒターが一時的にこうなったから。無知を浄化するのにしばらくの間、モリスで預かって。ドラキュラ復活の1999年までに何とかする必要があったわけですね。すまん。ああ、これはどこかで浄化用の魔法を探すやつ。いやあ、ステラさんのおかげでいろいろわかりましたね。ジョナさん的にはモヤモヤしてたことがある程度わかっただろうしね。って、結構クエスト出てるけどこんな時間か。次回はこれらをこなしていきましょうか。といったところで今回はここまで。よろしければ、いいね、高評価、チャンネル登録をお願いします。ではでは。